大分ミッドタウンチャンネル。さあ、はい、本日は、大分県の名物料理の地獄蒸しを食べに地獄蒸し工房ハンガーさんにやってきました。こちら入っていただいて、まず食券を買っていただいて、店の店員の方に渡します。で、まあ、ここで本来ならちょっと記入というか名前を書いていただくところがあるんですね。はい、こちらに大きくメニューがありますね。こちらなんですが、地獄蒸しの神奈川さんの一番人気のメニューが、一番人気がこの地獄蒸し玉手箱なので、僕たちは今回この地獄蒸し玉手箱と海鮮セールとコロコロサーモンと節限定のやつですね。はい、これちょっと食べていこうかな。じゃあ、この地獄蒸しなんですけど、結構もうこの建物周辺あたりが硫黄の匂いがする感じです。すみません、もう神奈温泉っていう、 もう観光地になってるんですね。僕はもう いくつも、うん、あの蒸す蒸し場が流れて、常にもう蒸気が流れてる。かなり暑かったですね。そうですね。ここ結構蓋が重くて腰が抜けてるんですね。重たかったです。蒸す時間は何分でしたっけ？長いので15分で、短いので7分ですけど、まあ、うん、食材によって変わってくると思うんで、うん、まあ、指導のしてくれるスタッフの方がいるので、その人に任せても大丈夫です。見てわかると思うんですけど、湯気がもう常に湧き上がってですね。玉手箱の中身なんですけど、まあ、色とりどりな、まあ、野菜と、あとは卵、ゆで卵ですね。まあ、鶏肉であったり、かぼちゃとかですね。かぼちゃとか、芽キャベツとか。種類豊富ですね、うん、そうですね、こんな感じです、ね、こちら海鮮で、これが玉手箱。やっぱりあれですね、普通に蒸したのと違って、なんか温泉の匂いというか風味が全然違う感じで、とても美味しいですね。咀嚼の時間が長かったんだけど、あれは何食べてたの？そうですね、あれは鶏肉を食べてたんですけど、
結構咀嚼時間長めだったんですけど、まあ編集でカットしてくれてもよかったんですけど、結構なんか使われてて、ね、びっくりしました。結構恥ずかしいんですけど、先輩の食レポはちょっとなんか全部カットされてますけど、はい、どうですか。はい、僕も全カットされたんですけど、まあ味はめちゃめちゃ美味しくて、まあ温泉の風味だったりちょっと塩っ気もして、一番美味しかったのは僕はゆで卵が美味しかったんですけど、うん、中身がちょっと半熟でちょっとトロッとしてて塩気も効いててちょっと美味しかったです。今回の収録どうでした？そうですね、今回初めてこうやって番組で出て自分で台本書いたりこうやって出演してるんですけど、やっぱ初めてのことだらけで、何一つ手探りの状態でいろんな人に助けてもらいながら、うん、こうやって今この場に立って話ができているので、まあ、この経験を生かして次はもっとうまく喋ったりうまく台本書いたりできればなって思ってます。僕も最初はガチガチで緊張してたんですけど、まあ、清松くん面白いキャラなので話しているうちに、まあ、緊張もほぐれていい感じになったんじゃないかなと思います、はい、次回は、まあ、ゲストとかも交えていろんな会話していきたいと思います。そうですね、はい、今日はとても2人きりでまあこうやって緊張しましたが、うん、そうですね、次はまたもっとうまく喋れるように2人で頑張っていきましょう。わ、はい、かりました。高評価チャンネル登録をお願いします。そんな笑わなくてもいいじゃないですか。じゃあ大西さん言ってください。いや、わかりました。はい、それでは、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それでは、次回の配信まで楽しみに。大分ミッドタウンチャンネル。